ここはもうまさに黄金期のこう有名シューティングっていう感じの達人音入ってますからね。音楽もこれでね、こうスピーカーの音量からヘッドホンで直に聞くこともできるし、この連射の速さもここで変えられる。10、12、15、20、30。しかもこれもね、めっちゃ画面が綺麗です。これだけ綺麗な画面でこのドラゴンセーバーが遊べる場所はなかなかないです。これがこのお店のキャラクターというか、書き下ろして書いていただいてるみたいですけど、漫画家の方がね、書かれてるらしいんですけど、こういう漫画を書かれてる、ここに漫画も読めるようになってるところがすごいですけど、これ結構ね、このキャラクターあちこちに置いてあって、ここにもね、あの缶バッジとかが作ってあるぐらい、結構ねキャッチーな可愛いキャラクターが使われてるんで、これいいですね。これ一人で遊べる一人用のスイートランド、これね、あのゲーセンに、まあ、最近もずっと置いてあると思うんですけど、スイートランドの一人で遊べるバージョンということで、これなかなかね貴重だと思います。しかもこれ景品で、ここのオリジナルの缶バッジとかが入っていて、それ以外は折り紙が出てくるっていう、その辺もねすごい、この家族の方が折り紙を折っているらしいのでですね、ちょっと他とは違うプライズがここで楽しめるんじゃないかなと思いますね。でこの辺がハイスコア集計とかをしていて、まあ、ここに来た人たちが結構すごい高い点出してますからね、ゲームコレクターのお部屋に来た感がすごいですね。ここしかもね綺麗に行き届いてる、かなりこうおもてなしの心がありますね。ここでここにあるのがスペースインベーダーフレンジ、これはね珍しいというか、これをよくここに入れたなって思います。このスペースインベーダーの、まあ、ガンシューティングというか、なんというかね、不思議なゲームですけど、この大画面でいいですね。この画面もでかすぎたので天井をくり抜いて、あの差し込んでるんですね。わざわざそのために、はいはい、あの確かにあそこちょっとへこんでるもん、はい、大工さんにこう天井をこう開けてもらって、はい、これのために、はい、これを入れるために、はい、いや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 、やっぱシューティングの始祖鳥といえばスペースインベーダーなんで、はい、あ、それをここに入れたかったっていう、はいはい、そうですね。広告がこう定期的に CM が流れるようになってて、それをお客さんにあの支援というもので、あのちょっとあのこういった形で、あ、これ広告なんだ、はい、広告なんですね。はあ、い、これもうなんか街中のこのボードみたいなそんな感じですね、はい、デジタルサイネージみたいな感じで、はあ、なるほど、こう自分の好きな画面を出せるよっていう。そうです、そうです。これはいいですね、この手作り感のあふれているゲーム筐体。あ、こういうやつなんだ。この中にゼビウスが入ってますね、当時の。ゲーミングデスクかなんかで売り出してるやつなんですけど、それの作ってる方がうちのお客さんでいらっしゃって、で、あのよかったら置かないかいって言われて、あ、そういう言葉で、はい、はい、あの営業を受けまして、はい、購入させていただきました、これは、はい。すごいな。普通のサイズだと、まあ、普通はこのサイズでやってるらしいんですけど、それだとちょっとまあ普通の筐体で十分になっちゃうんで、ちょっとちっちゃいのが欲しいなと思って、へえ、このリアルアーケードプロサイズで作ってもらって、え、これ本物の基板が入ってるってこと？あ、これは、はい、基板は本物が入ってます。すごい、あれも業務用基板、あ、業務用モニターがですよね、はいはい、でちゃんとお金も入るようになっている。お金も入ります、はい、すごいミニチュアサイズで、はい、こう名作をちゃんと抑えてるっていう感じがして、これはこのダイヤルで変えられるのかな。飛翔ザメも古いですもんね。この辺の基板は結構入れ替えたりもしてるんです。基板は、はい、かなり入れ替えてますね。毎営業日ごとに入れ替えてますね、何かしらは。だから、はい、結構ストックがいっぱいあるってことですよね。ストックはかなりあります、はい、いやだから言えばもしかしたらリクエストで何か入れられるものがあるかもしれないっていう、ね、はいはい、シューティングをメインに集めておりますので。これ特にねツインビー動いてるのすごいな。これバブルシステムが本当に動いてる。いや、これはローム版になります。バブル、あ、ローム版が動いてる、はい、いやそれはそれですごい。しかもロム版をツインビーを入れてるところがすごい。わ、これが起動、まさに本物の基板が動いてる。いや、これはすごいな。
なかなか今では遊べないゲーム、特にこのツインビーはね、初代のね、このバブルシステムっていうコナミが出しているシステムの最初に出したゲームだから、グラディウスよりも前に出てるんですけど、この当時としてはすごい画期的ないろんな要素が入ってて、グラディウスでいうところの、まあ、オプションみたいな機能も入ってたりとか、あと2人で遊ぶと、まあ、パワーアップが2人の連携プレイでパワーアップしたりとか、なんか結構ね当時としては画期的な要素がいっぱい入ってたんですよね。だから今でもね、その後もずっとこのツインビーシリーズ続いてますけど、この初代のツインビーがね、こうやって当時のオリジナルの基盤で遊べるっていうのは本当に貴重だと思います。レトロゲーセンを売りにするつもりは実はなく、シューティングゲーセン。なるほどなるほど、はい、なので古いものから新しいもの、これゼビウスみたいな、はいはい、あの始祖鳥みたいな方から最新のゲームまで、はいはい、なるほどね、はい、確かにいいもの、レトロしかないっていうのではなくて新しいのもやる、そういう、しかもちゃんと楽しく遊べるものがいっぱい揃っているので、そうですね、なるべくあの喜んでもらえるゲームを持って、へえ。